はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。さて今日はですね、動画編集をされている方に、すごくね役立つ Tips をお届けしたいなというふうに思うんですけど、それがチャット GPT を使って簡単に英語字幕を作る方法です。僕の動画は海外のね視聴者さんも結構多いので、これまでねずっと英語の字幕をつけていたんですけど、今まではね手動で翻訳してたんですよ。これだとね本当丸一日の作業になっちゃって、そのかなり作業負荷が高いので、最近ねチャット GPT を使って翻訳をするようにしたら、これがね本当圧倒的に作業時間が短縮したので、今日はね僕の翻訳プロセスを皆さんにね紹介したいなというふうに思います。ちなみにこの動画もチャット GPT の最新モデル GPT-4o を使って英語字幕をつけているので、ぜひねそちらもオンにして今日は視聴していただければなというふうに思います。じゃあ早速やっていきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとね僕のプロセスを皆さんにお伝えするということなので、いくつか前提条件もあります。まず一つ目が、Mac で作業しているっていうことで、もう一つが、チャット GPT の、有料ユーザーであるっていうことで、3つ目が、1つ有料の、ソフトウェアを使います。そんなに高いものではないんですけれども、それが、Mac Whisper っていうソフトになります。まず動画を普通にねこんな感じで撮影して、でそれを編集し終わったら、その動画データを書き出します。でその書き出したデータをこの Mac Whisper っていうソフトを使って文字起こししていきます。この Mac Whisper っていうソフトは、OpenAI の API を使って、でその文字起こしをしていくので、チャット GPT 同様にめちゃくちゃ精度が高いんですよ。ダウンロードしてこの Mac Whisper をインストールしたら、一番最初にやることはですね、この Mac Whisper の環境設定、セッティングからですね、この左側にチャット GPT っていうのがあるので、ここに OpenAI の API キーを入力します。OpenAI のサイトに行って、まずこの API キーっていうのを取得してきてください。で、それを取得したら、ここに入力すれば、基本的には準備 OK です。じゃあ、準備が整ったら、この撮影した動画ファイルを、この Mac Whisper にポンと放り込みます。でそうすると、こんな感じで、どんどんね、文字起こしされていきます。この動画がね、13分30秒ある動画なので、そこそこね、この文字起こしには時間かかるんですけど、でも時間かかるって言っても2、3分ぐらいかなと思います。この速度っていうのは皆さんのお使いの、パソコンのスペックに依存するんですけれども、でももうあっという間に今これで 50% ですね。で、こんな感じで、ほんとね、1分、2分ぐらいで僕の環境だと文字起こしが終わったので、このね、右上のエクスポートっていうボタンをクリックして、でこのねスタイルがサブタイトルになっていることを確認して、でその下のフォーマットが .srt であるっていう、この2点をねチェックして、それで問題がなければこのエクスポートボタンをポチッと押します。でこんな感じでね srt ファイルが出来上がったので、これを適当な、テキストエディターで1回開きます。見ていただくとね、このね精度の高さがすごいね高いっていうのが分かると思います。次はこの srt ファイルを実際にチャット GPT を使って翻訳していきます。これはね本当に僕いろいろと試行錯誤したんですよ。それこそカスタム GPT を作ってダウンロードした SRT ファイルを、アップロードして本当に一撃でね変換させてみようとか、いろいろやったんですけれども、どうしてもねこの SRT ファイルの中身が長くなればなるほど後半の方の精度がどんどん落ちていっちゃうんですよ。途中勝手に端折ってたりとか、あとはねやっぱりこう字幕なんで、このタイミングっていうのがすごい重要なんですけど、このタイミングをね勝手に変えちゃったりするんですよね。でいろいろと試行錯誤した結果、一番精度が高かったのはちょっとねアナログな手法にはなるんですけれども、チャット GPT に今から SRT 形式の日本語字幕を何回かに分けて貼り付けていくので、インデックス番号やタイムスタンプは変えずに、口語のニュアンスを保ったまま1行ずつ英語に翻訳してくださいって伝えてから、 SRT ファイルの頭から区切りがいいところで何回かにこう分割してやっていきます。例えばこれだと、はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、オックスアウトでございますから、スペック的な部分から紹介していければなというふうに思います。はい、10行ですね。これをコピーして、チャット GPT にこうやって投げます。はい。こんな形で、本当ものの数秒で作業が完了します。
そしたらこの内容を新しいファイルにこんな感じでコピペします。でこんな形で何回かに分けてやっていきます。でこれなんで一気にやっちゃダメかっていうと、ちょっとやってみましょうか。この51番までコピペしてドンってやってみると、まあ、パッと見ねちゃんとできてるんですけど、はい、これ今完了したって言ってるんですけど、今ね僕このインデックス番号51番まで渡したはずなのに、で完了してるのは47で終わってるんですよ。翻訳自体は間違ってないんですよ。ただどうしてもその日本語と英語の、まあ、文字量の違いからこうやって差分が生まれちゃうんですよね。でこれがあのね長くなればなるほど起こりやすいんですよ。で今何回かに分けて、まあ、ちょっと翻訳をやってみたんですよ、まあ、それこそね一塊10個ちょいぐらいで、そうすると、この51番までしっかりと翻訳できてました。まあ、やっぱり最初に日本語でねあのまあ文字起こしされて作られたこの SRT ファイルのタイミング、これはすごく正確なので、このタイミングを維持した英語字幕を作ってもらえた方がですね、結果的にその動画編集ソフトに持ってった時の、まあ、作業効率はやっぱりね圧倒的に高いので、まあ、ここはなのでちょっと一手間かけて、まあ、こんな感じで最後までやっていきます。ちなみにあの日本人って動画では英語圏の人からすると、まあ、ちょっと不自然なぐらい低調な言葉で喋ると思うんですよ。例えば英語圏の人たちがあの動画を始めるときって Hey, what's up guys? みたいなこうノリじゃないですか。それって日本語だと Yo, お前ら元気か?みたいなノリなんで、まあ、そういったね、例えばちょっとこう、まあ、海外のネイティブみたいなねこう口調で翻訳してほしいっていうときも、チャット GPT にあの例えばこうノリの良い海外の YouTuber みたいな口調でとかって言って伝えると、まあ、それはそれでねあのちゃんとね認識してあのそれっぽくやってくれるので、まあ、まあ面白いっちゃ面白いかもしれません。全ての翻訳が終わったらですね、そのファイルを SRT 拡張子で保存します。でその保存した字幕ファイルっていうのを今度は、まあ、動画の編集ソフトにまあ読み込んで、であとはですねまあ、最初から再生してみて、まあ、ちょっとタイミングがおかしいなっていうところがあればそこをちょこちょこ修正していきます、まあ、というわけでこれであればね本当あの手動で丸1日こう翻訳に時間をかけていたのがほんの、まあ、ものの1時間ぐらいで多分できちゃうと思います、まあ、あとはこう外注してたなんていう人も本当にね圧倒的にそれよりも低コストでできますし、あとね専門的な内容とか、まあ、用語をねちゃんと理解した上で翻訳してくれるので、そこはねかなり強いと思います、まあ、僕カメラ系の動画を作っててもうレンズを絞るなんてたまに言ったりすると思うんですけど、これねカメラのことが分からずに直訳すれば、まあ、絞るって、まあ、スクイーズとかあとはツイストとかじゃないですか。そうなってしまうようなところをちゃんとねストップダウンっていう風に訳してくれるので、これはね本当にあのもう専門家レベルだと思います。というわけで、あの YouTube 動画をね海外に向けてこう発信したいという方はぜひねあのこの方法であの字幕ファイル作って、もらえればなというふうに思います。あの僕も今はちょっとねもう本当 AI にどっぷりなので、また何かあの役立つねあの活用法があれば発信していきたいなというふうに思うので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちいただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。ピース。